マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカート7、マリオカート7とは2011年12月1日にニンテンドーより発売されたニンテンドー 3DS 専用ソフトである。家庭用ゲーム機用のマリオカートシリーズとしては7作目にあたる。2011年6月にロサンゼルスで行われた E3 に出品されたマリオカートの模型。マリオカートアーケードグランプリシリーズを除いた。 マリオカート作品の7作目であることから、シリーズで初めてタイトルにナンバリングが記された。タイトルにハード名が含まれないのは、スーパーマリオカート、マリオカートダブルダッシュに続き3本目となる。また、ゼルダの伝説スカイウォードソードの制作期間延長に伴う人手不足から、レトロスタジオの協力を得ての開発となった。このため、タイムアタックのスタッフゴーストは、 ニンテンドのスタッフのものとレトロスタジオのスタッフのものがある。今作ではコース次第で空中あるいは水中でカート操作が可能となり、レースの幅が広がった。空中ではハンググライダーのように格空できるパーツを展開し、水中では後方にスクリュープロペラのパーツを取り付けて走行するなど、ニンテンドウ 3DS の立体種を楽しめる工夫がなされている。 従来のシリーズでは水中に落ちると基本的にはコースアート扱いだったが今回は直接水中に潜って走行することができる初のマリオカートとなる。また新規コースウーフーアイランドとレインボーロードは一つの長大なコースを三つのセクションに区切ってそれぞれをラップとしてラップタイムを測るコースとなっておりコース自体は一周でゴールとなる。またマリオカートアドバンス以来 コインの概念が復活し、前作のマリオカートウィーからジャンプアクションが引き継がれた。この他カートのフレーム、タイヤ、グライダーの3種類を組み合わせてマシンのカスタマイズができたり、主観視点に切り替えてマリオカートウィーのように本体を傾けて操作ができるドライバー視点モードなど新システムが多数搭載されている。また、前作に登場したバイクは廃止された。また、 インターネット通信による国内や海外のプレイヤーとの最大8人対戦が行える。ほか、様々な通信要素の拡充がされている。今作のシステムは DS 版と Wii 版を統合したような形となっている。レースバトル画面は DS に近い仕様だが、違いとして、過画面で表示されていたお邪魔キャラやアイテムボックス等が表示されなくなった。なお、 今作のフレームレートは 60fps である。日本国内においては、今作は発売からわずか4日間で45万1932本という当時の 3DS 向けソフトの中で初週販売本数が過去最高となった。発売から1ヶ月には売り上げが100万本を突破し、任天堂 t e ー 3DS 用ソフトで初のミリオンセラーとなった。音楽は マリオカート64未来15年ぶりに長田ゴンタが単独で担当し、今作でも64の曲が一部アレンジの上で引用されている。今作ではレース中プレイヤーが1位になっていると流れる BGM にパーカッションが追加される点も特徴で、この演出はイケイケトラックと呼ばれている。2015年12月3日にマリオルイージ RPG ペーパーマリオミックス。 マリオカート7ダブルパックが発売。2018年7月19日には、特別仕様の 2DSLL 本体に、ダウンロード版、マリオカート7をプレインストールした、ニューニンテンドー 2DSLL、マリオカート7パックが発売。VS、風船バトル、コインバトルの3つのモードを、ダウンロードプレイ、または、ローカルプレイで、最大8人まで対戦できる。インターネットに接続して、 同時に接続しているプレイヤーとレースやバトルができる。以下の3つのモードから対戦相手を探して対戦が可能。レース時は1人用と比較するとコースによっては敵キャラや障害物が減っていることがある。また前作までは途中切断するとその時点でそのプレイヤーのカートがコースから消えたが今作は自動的にコンピューター操作になる。なお今作は 大韓民国や台湾、香港でも発売されており、これらの国の相手と対戦することも可能だが、日本版ではこれらの国の文字フォントが実装されていないため、ユーザーネームにこれらの文字が含まれている場合、その部分のみ、と表示される。更新データ発売後、ウーフーアイランド1、ウーフーアイランド2、GBA クッパキャッスル1において、 コース落下後の復帰位置の不具合を利用した大幅なショートカットが可能であることがユーザー間で判明。ネットワーク対戦時において問題となった。ニンテンドーもこの事態を重く見ており、2012年4月21日のニンテンドーダイレクトで岩田聡社長が 3DS 本体更新によるパッケージソフト更新機能実装に伴い、今作の更新データを配信することを発表。 同時に、極端なショートカットによって、不愉快な思いをしたユーザーには、迷惑をかけたと謝罪を行った。本体バージョン、バージョン4.0、0から 7J 以降パッチ機能が実装され、データ自体は5月15日より、バージョン1.1が任天堂 e ショップにて、配信開始された。更新データ配信開始後は、最新の更新データがダウンロードされていない限り、 ネットワークプレイ自体不可能となっている。なお、ダウンロード版は最初から更新データを含んでいるため、別途更新データをダウンロードする必要はない。前作に引き続き搭載されたモード。今作ではすれ違った相手の情報などが集まってきたり、いつの間に通信によるゴーストやおすすめコミュニティの情報を受け取ることができる。パーツはレース中でコインを集めて獲得したり、 すれ違った相手のミーに勝利することで入手できる。マリオカート DS と同じく自分だけの好きな組み合わせが可能。フレームは全17種類、タイヤは全10種類、グライダーは全7種類あり、その組み合わせは1190通り、キャラクター17人を合わせると全2230通り存在する。ビーストカイトはゴールド系を除き、最後に入手することになる。 ゴールド系のパーツは、コインの枚数を満たさなくても、別の条件を満たせば入手可能。グライダーは7種あるが、性能配分は3種類。キャラクターは全部で17人で、性能配分は5通り。また、今作では、プレイヤーキャラクターごとに、初期ライバルキャラクターが固定されている。今作の初期キャラクターは、ドンキーコングが代替わりした点以外は、 スーパーマリオカートと同じ8人となり、初めてワリオが隠しキャラとして登場。今作のミーは身長、体重の設定に関わらず中量級で、コスチュームは1種類のみ。また、ミーの好きな色に応じて、クレーム、スタンダード、スケルトンの色が変化する。平方が登場したのは、マリオカート DS 以来でダウンロードプレイ以外で使えるようになったのは初。DS では、 本体設定の色で平方の色が決められていたが、今作では、プレイヤーキャラの平方は赤で、ダウンロードプレイの平方はプレイヤーごとに色が変わる。今作では、悪いジピンボールは登場するものの、悪いジ本人は、プレイヤーキャラとしては登場しない。主に敵キャラなど、レース内で登場するキャラクターや障害物の一覧。全18種類あり、コース上にある、 アイテムボックスに触れると入手できる。以下のうち、ファイアフラワー、スーパーコノはラッキー7の3つは今作から登場する新アイテムとなっている。また、偽アイテムボックスは今作以降登場していない。グランプリなどのコースは、DS と Wii 同様、新作コースが16種類と、これまでのマリオカートシリーズにあった16種類の計32コース。以下は、 グランプリなどで使用されるコースである。最初から選択可能なのは、キノコカップとコーラカップのみだが、特定のカップで優勝すると次のカップが出現する。今作ではクラスに関係なくカップを出現さえさせれば、すべてのクラスで遊べるようになった。なお、3週目の BGM は、前作ではイントロを除いた部分から始まっていたが、今作では一部コースを除き、イントロから始まる。また、 3DK マリオカートでは初めてスターティンググリッドが表記されている。今作の全32コースの中でグライドボードと水中が両方存在しない陸だけのコースとなっているのは64ルイージサーキットと SFC レインボーロードの2コースのみ。今作で新たに登場する16コース。内はそのコースが再収録された作品。 キノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップ以前のマリオカートシリーズに登場した16コース。今作に合わせて一部仕様が変更されているコースもある。マリオカートアドバンスのおまけコースを除くとクラシックコースで初めてレインボーロードがリメイクされた。また、この輪カップのアイコンがスーパーこの輪に変更されている。なお、d s イージピンボール。 D.S. キラーシップ Wee Maple 3 House で大砲などで大きく飛ばされて移動する区間では、原作では飛んでいる際はサンダーも含めて物理攻撃もできない状態となっていたが、今作はグライダーで飛ぶようになっており、サンダーで落下させることや物理攻撃が可能となった。大砲自体には飛ばされる機能がなくなったため、グライドボードを踏み損なったり、飛行中にグライダーを閉じたり攻撃を受けると、 コースアウトしてしまう。また、w e i Maple 3 h o u s e や、Wii の,の子の子ミサキなどにあった、ハーフパイプも撤去され、ハーフパイプの上にあった、アイテムボックスも移動している。なお、Wii では条件を満たすと、コースの背景のキャラクターがミーに変わる箇所があったが、今作では変わらない。今作に収録された64のコースは、いずれもキノコカップに入っていたコースである。これにより、 DS の64モー、モンファームと合わせ64のキノコカップの全4コースが再収録されたことになった。コーラカップバナナカップこのはカップサンダーカップ以下は風船バトル、コインバトルで使用される6つのステージである。クラシックステージ BGM は出展元と同じものが使われている。オリジナルステージ BGM は共通の内容で、それぞれアレンジのみが異なる。 2011年12月1日にホリからマリオカート7ハンドル4 Nintendo ンン 3DS が発売された。ありがとうございます。